2007年以前のアップルロゴが印字されたコマンドキーコマンドキーはマッキントッシュや iPad、ニュートンなどのアップル製ハードウェア用キーボードに備わる就職キーの一つである。キートップにはマークが刻印されている。2007年7月より前のアップル製品のコマンドキーにはマークのほかアップルロゴも刻印されていた。スペースキーの左右に配置され、 他のキーと一緒に押し下げることで様々なコマンドを送信できる。クラシック MacOS や MacOS において軸足のような存在であり快適に操作するには欠かせない。Windows 系 OS でのコントロールキーに近い機能を持つがコントロールキーも別に存在しており Unix 系ソフトウェアの操作や2ボタンマウスのエミュレーション、ことえりに代表される インプットメソッドの操作などで多用される。2007年8月7日に Apple から発表されたキーボードには Apple マークの刻印が削除されている。なお NEXT のハードウェアにもコマンド表記で存在した。Mac との違いはコマンドキーがスペースバーの下に配置されていたことであった。Mac で PC 用キーボードを使用する際には Windows キーをコマンドキーとして使用するが、 Windows キーが搭載されていないキーボードも存在し、それらを使用する場合は、コマンドキーが使用できないという問題があった。MacOS.V10.4 対外以降の MacOS では、標準の機能で、いくつかの就職キーの位置を入れ替えることが可能になり、Windows キーのない PC 用キーボードを使用することができるようになった。以下の例は、多くのアプリケーションで使用できる機能である。 これらの用法はコンピュータに動作させる機能を表す。英語の単語の頭文字が選択されていて、一般的な制御文字の動作とは無関係であることに留意されたい。Mac でのファインダー上でコマンドキーを押しながら項目をクリックすることで、Shift キーと同様に複数の項目を選択することが可能になる。ただ、コマンドキーを使用した場合、Shift キーを使用する場合とは異なり、 範囲ではなく、クリックした項目のみが選択される。Windows 系 OS でのコントロールキーの役割に近い。Mac でコントロールキーを押しながらクリックすると、右クリックと同じ動作をする。初代 Mac 開発時のデザイナーであったスーザンケアが、北欧の史跡などを示す交通標識に使われるマークを記号時点で見つけ、採用した。開発段階では、Apple マークが使われていたが、 コマンドキー表示として、Apple マークが連なるメニューを見たスティーブ・ジョブズが自社ロゴを乱用していると感じ、別のマークにするよう指示した。ありがとうございます。